やっぱり非常に野心的なモッターホテルさんの取り組みなので、そうですね。すごいと思ってますけど、第1号、うん、2号案件が、まあ、今般リリースをされて、うん、まあ、那須と、そうですね、それから青島、はい、まあ、今売れ行きは、売れ行きというか、まあ、反応は改めてご教示いただくとどうなんですか。そうですね、はい、もう高額物件から実は売れていっていて、はい、1ヶ月で30億超えるぐらいの、1ヶ月で30億というぐらい、僕らもやっぱり現地案内をして、うん、はい、販売していくものかなと思ってたんですけれども、実験的にホームページで8億とか9億する物件を販売をしてみようと、もともと私が ZOZO 出身っていうところもあって、まあ、それをカートで、ショッピングカートで販売するみたいなのをやってみたわけなんですけれども、やってみてねじゃあもう本当に8億円をね、それをカートで実際買われたっていうのが、購入されましたっていう通知が僕のところにも当然来るんですけどそれ見たらやっぱ震えますよね。そうですね、まあ、それで、まあ、一部金額だけクレジットカード決済をしてもらうので、クレジットカード決済をしちゃうという、まあ、はい、まあ本当一部だけですけれども、まあ、本当に申し込み金程度、申し込み証拠金程度、はい、なので、もう冷やかしって実は一件もなくて、冷やかしがないんですよ、はい、ないんですってね、それがすごいですね、それびっくりしましたね、びっくりします、はい、本当にね、でそれで実際に不動産がオンラインショッピングのようにカートで買ってもらえるっていうのが、うん、まあ、僕らとしてはその不動産 DX って今よく言われますけれども、うん、はい、うん、まあ、それの一つ実験ができて、はいはい、で実際購入いただけたと、うん、で我々の場合通常のホテルとかマンションと違って、うん、売れたら建てるっていうモデルなんですね。ですのでそれで実際も着工し始めて、うんうん、で来年の秋には完成すると、はい、うん、なるほど、まさにその別荘とノットアホテルというナットアホテルっていう、まあ、まさに社号でありブランド名でありっていう、うん、つまりそれはホテルではない、うん、だけど別荘でもない新しい何かなんですよねそうですね、まあ、自宅でもあり、はい、別荘でもあり、うん、別荘でもあり、まあ、時にはホテルにもなると、はい、まあ、そういう新しい暮らしの拠点を作ろうとしてまして、うん、はい、やっぱりその別荘って今この数十年一番動いてるっていうふうには言われてますけれども、はい、うん、まあ、年に数十日しか使われないと、平均何日使うっていうて、20日から40日ぐらい、ね、20日から40日しかね別荘をせっかく作るんだけど、はい、使わないと、なんで建てたと、うん、多いですねそういう人がね。そうですね、まあ、そういう使われ方が多いんですけれども、うんうん、我々そこの残り340日をホテルとして運用できるような、まあ、そういった仕組みを作ろうということで、はい、このノッターホテルという会社を作りました。でやっぱり買われるそのなんて言うんでしょう、物件価格自体が結構高額だということもある、うん、でそこをまあ2つ私面白いポイントあるなと思ったの、まあ、1つはパーシャルに販売をされているということですよね、うんうんうん、一番の分割数でいうと12分割ぐらいで違いましたっけ。そうですね、12分割で買えるようになっているんですけれども、はいはい、まあ、インターネットとショッピングでよくあるシェア買いと、いうものをシェア買い的発想、はい、シェア買いというふうに呼んでるんですけれども、うん、やはり20日から40日しか使われないものを一棟建てるのではなくて、うん、もう使う分だけ買っていただくというような考え方で、うん、まあ、30日分だけ購入すると、うん、はい、で最大12名で買っていただけるというところが特徴ですね。極めて合理的なそうですね、極めて合理的な実際買っていただいたオーナー様をこう分析すると、うん、はい、やはり30代40代の方が多いですね。もう僕もう50代ですからもう時代遅れですから、ね、いやいやいや、そうですよね、とんでもないです、まあ、私世代の経営者の方は結構やっぱり多くご購入いただいていて、やはりそのミレニアル世代以降の経営者の方たちっていうのがやはりシェア文化であったりとか、まあ、そういう文化に慣れ親しんだ方たちというところもあって、非常におっしゃる通り合理的で、かつそのシェア購入というところに対して その抵抗感が少ない、もうハードルが低くなってるんでしょうね。そうですね、自分のものじゃないと嫌みたいな、そういうんじゃないっていう、
そうですね、まあ、そういったところはちょっと世代間の違いもあるのかなというところも、うん、実際まあ蓋を開けて販売をして、うん、見たときにやっぱり感じた部分ですかね。感じた部分、はい、でそしてもう一つがやっぱりホテルオペレーションをしっかりやるっていうことができるかどうかっていうのは、うんうん、まあ、もう一つこの当該事業モデルにおける、はい、まあ、ポイントだと思うんですけど、うん、そこを結構今力点入れてますよね。そうですね、ホテルオペレーションのところね、はい、やっぱり私も食が好きだったりとか、はい、ホテルが好きだったりとか、はい、まあ、そういう自分が体験したら嫌なところっていうところを、はいはいはい、うん、全部自分のところのサービスで解決してやろうっていうのが狙いなので、はいはい、まあ、そういう課題感、うん、別荘での課題、はい、ホテルでの課題っていうのを全部こう解決するようなサービスっていうのを運営の方でもやっていきたいなと思ってますね。すごいね、もう実現できたら素晴らしいなそうですね、まあ、果たしてそれがどれほどその規模拡張とともにね、スケールしていく中でどこまでそのクオリティを追いつかせるかっていう課題はあるもん。そうですね、うん、やっぱり今少なくとも準備されている内容を見ると非常にこう魅力的な内容になってきてるのかなと私も生意気ながら思うんですよね、うん、ありがとうございます。そうですね、ええ、東京に2カ所、浅草とその広尾と浅草の、はいはい、そっちが当選閣当選閣で、はい、中華料理の、はいはいはい、両方オーベルジュになってるんですけれども、うんうん、やはりその私どもの特徴として、はい、各地方、宮崎、那須とか、うん、そういった各地に共用部を持たせてないんですね。共用部がない、フロントであったりとか、ね、はいはい、まあ、そういう共用部がないっていうところが特徴で、うん、その分各部屋に投資をしていこうという考え方です。ですので、まあ、その代わりといってはあれなんですけれども、その共用部に当たる部分も、うん、普段の生活に近いところに持ってきたら面白いんじゃないかと。なるほど。いうことで、うん、東京でも乗ったホテル楽しめるということで、はいはい、まあ、那須の30日の権利を持っている方が自分の一泊と、うん、はい、浅草の一泊を交換できますという相互利用と我々呼んでるんですけれども、共用部としてこう使っていただけるような場所というのをいくつも今後用意していきたいなというふうに思っています、ね、うん、なるほど。自分の別荘的にあるいは自宅的に使うこともし、うん、ホテルとして運用されている部分の事業性もあり、加えて会員権でもあるっていうね、ある見方をすると。そうですね、一つのノッタホテルを所有すると、他の全国のノッタホテルを利用できますと、うん、はい、まあ、先ほど申し上げた共用部にあたる、うん、そのオーナー用のノッタホテルもそうですけれども、はいはい、まあ、そういった意味で、別荘ってやっぱり買ったら一つじゃないですか、うんうんうん、まあ、それをこうさらに分散させて全国のノッタホテルは使えますよと、ええええ、世界中に自分のあなたの家をっていうのコンセプトでもあるんですけれども、うん、まあ、そういった世界が作れると非常にワクワクするなと、うん、ワクワクするふうに思ってますね、うん、果たしてその浜内さんがなんでそういうビジネスを取り組むに至ったのかっていうこととも絡みますが、うんうん、そのやっぱり自分が欲しいものを作ろうという、うん、発想ですよね。一つはそうですね、まあ、ちょっと遡ると2007年、はい、の、私23歳の時に最初の起業をしまして、されたという、まあ、これは宮崎で、はい、起業しまして、はいはい、まあ、そのアパレル企業向けの EC サイトを作る、うん、はいはい、そのシステム会社だったんですけれども、うん、はいはい、まあ、そこから何年かやっていって、はい、で2015年に、うん、前田さん率いるスタートで ZOZO タウンです、ね、はい、ZOZO グループというか、はい、はい、でそちらに買収をされまして、うん、はい、でグループ入りをさせていただいたと。でそこから5年間は子会社の社長としてやってきてはいたんですけれども、はいはい、やっぱり ZOZO という会社非常に素晴らしい会社で、うん、みんなやっぱり洋服好きなんですよね。洋服好きが集まっている会社なんですかね、はい、前田さんもよくおっしゃってたんですけれども、うん、まあ、好きなことやってるやつには勝てないよというふうにおっしゃられていて、まあ、確かにそれを実際そういう会社を作られているっていうところを自分も働きながら感じていたので、うん、まあ、そういった意味で次チャレンジするときには、まあ、自分の好きなこと、本当に好きなことをやっていこうというところが、うん、ありましたね。うん、なので、まあ、本当に前田さんにもいろんなワインだったりとか、うん、まあ、日帰りでニューヨーク出張行ったりとか、
まあ、プライベートジェット乗せてもらったりとかもしましたし、はいはいはい、うん、まあ、片や2007年起業する前後っていうのはものすごくこう金銭的に苦労したこともあって、まあ、そこのなんていうんですかね、両方楽しめたというか、うん、っていうところが今自分の経験であったりとかこのノットアホテルっていう事業にこうつながってきてるのかなっていうふうには思いますね。うん、そうですね。だからまあそういった意味で言うとご体験の中身がまあやっぱり起業家として生きてこられてるから、まあ、いろんな意味でこう苦労体験もたくさんあるし、うんうん、で若くしてそれなりにキャッシュアウトしてるから金の使い方もそこそこ勉強してるでうまいもの食べてるっていうね、うまいもの食べて、まあ、うまいワイン飲んでるんで、おいしい食べ物もですけど、ね、昔お金なくて、うん、そうめんを友達からもらったんですけど、つゆ、うん、を買うお金なくて塩をかけて食べたんですけど、うんうん、ものすごくやっぱ悲しい悲しかった、もうしょっぱい涙の味だなと思って、なるほどね、両方こう味わえたのが良かったですかね。なるほどね。さらに遡ると、うんうん、学校を卒業して最初に起業されたのは飲食店をされたんですか。うん、そうですね、そういう話も聞いて、最初は、まあ、高専、まあ、5年間卒業して、うん、でその後コピー機のメーカーですね、うん、でそこをいろいろあって3ヶ月で退職することになって、3ヶ月だ、ね、でも別に目的があって辞めたわけじゃないので、はいはい、まあ、何しようかなと、うん、で得意だったウェブだったりとかをやりながらカフェを経営するみたいな、カフェを、ね、はい、やりまして、それはまた大苦労だったわけでしょ。そうですね、それも半年で潰れてしまって、半年でなんとね、それがすごいよな。まあ、1000万ぐらい借金できたんですよね、その時に、まあ、23歳のやっぱり1000万ってもう100億ぐらい見えるので、いやそうですよ、一生返せないんじゃないかみたいなのがあって、はい、でまあ、それを、まあ、当時金利が 27% だったんですよね。27% だった金利が、当時でも普通でしたね。そう、普通だったのかもしれませんね、はい、今はもうグレーゾーン金利って、うん、ダメになってますけども、ダメになってるの、返してもらえる金利ですね、はい、その時に初めて金利っていうものを学んで金を借りるとなんか利金払わなきゃいけな い, いや借りたお金だけじゃないんだなというので、あ、まあ、一生懸命もうそれで働いて返し終わって、うん、これがまたすごいですね。どのぐらいで返したんでしたっけ。1年で、ね、1年でだから1000万返したのがすごいですよね。その時が多分人生一番働いてたんじゃないかなと思うんですけど、その時一番人生で働いてました。もうベッドで1年間寝なかったですね。もうほぼ 寝ないで、デスクの上で寝ないでもうずっと生きていく感じでしょうね、はい、そうですね。何やったんですか、そこの1年間。その時に、まあ、アパレルショップでアルバイトをしながら、はい、そこのネットショップやらせてもらったんですね、うん、であとはその近くの洋服屋さんの EC サイトを作る手伝い、 EC サイト、その商店街で話題になったんですよね、はい、ネットショップ作れるやつがいるよと。いるよと、宮崎ですね。そうですね、はいはいはい、でそれを作っていって、で夜はその結婚式のアルバム作りみたいな、うん、そうだろうな、はい、ましたね、それをやって、はいはい、もう本当に月に100数十万稼いで、うん、で全部返して、うん、でそうめんに塩かけて食ってしのいでだけど返すやつもカフェやらなきゃよかったって話もありますよね。そうなんですよ、ね、もうでもその辺がいいところでね、そこで話のね、うん、それでやっぱりまあ頑張って借金返すためですけど、その過程でやっぱり必死に勉強できた部分が、うん、そのウェブだったりとか、うん、アパレルの通販だったりとかだったので、うん、まあ、そこの学びが多くてですね、まあ、それで、まあ、会社終わった後にやるんだったらこの部分かなというところでアパレル EC の会社、うんうん、でそれはまあ自分たち洋服を売るのではなくてそれを支援する会社になろうということで、1年半ぐらいで100件ぐらいあの EC サイト立ち上げましたね、うん、それはすごいね、はい、すごいですね。それが2007、2008、そうですね、立ち上げて1年半ぐらいなので、ね、世の中はまさにあのリーマンショックの方向に向かうタイミングですね、うん、ちょうど、はい、う最初はやっぱりその立ち上げ早々リーマンショックだったので、うん、もう人生運がないなと諦めかけてたんですけどなんて思ってる、はい、まあ、でも金額が安かったの で、 そう、ね、でかつそのお店で売れなくなってきた時代なので、うん、ある意味そのアパレル
側の方たちからネットショップはもうやらないといけないよねという風潮があったっていうところは、うん、この立ち上げてから10年ぐらいずっと続いたので、それは本当に良かったなと思いますね。むしろ逆だったってことですね、結果としては、うん、そうですね、まあ、いい時期に悪いタイミング、はい、悪い世の中がやってきたというようなことかもしれない、はい、そうですね、まあ、やっぱりコロナもそうだと思うんですけれども、はいはい、やはりその世の中変わるタイミングってすごく不幸なタイミングだったりもするので、うんうんうん、まあ、DX って言われる言葉もこうコロナきっかけでよりその加速した部分もあるかなと思いますし、そういう意味ではあの変革期にちょうど起業を新たな時代だし、まあ、今回乗ったホテルでもし、乗ったホテルもね、タイミングとしては確かにあるかもしれないですね。背景がね、はい、ちょっと全く別種だけれども似た背景があるのかもしれないですね。そうですね、はい。で、あの一方こうまたあのですね、私どものこの、はい、あの定番企画にて、あの浜津さんの、いわゆるこうなんていうんですか、人生における優先順位なんつってこんな、はい、大げさなこと言ってますが、はい、あのこのスパイダーチャートっていうんですかね、はい、でもってこれらこの5項目についての優先順位をつけていただこうという、はい、難しいですね、お願いします、はい、ちょっとありがとうございます。ぜひご利用いただいて、家族は5にしておかないと怒られますね、怒られますから、見てる人がいますから何時ですかね、ありがとうございます。なんかすごいなんかすごい形、グライダーみたいな形になりました、ありがとうございます。これはあの浜津さんの趣味は何なんですか。これ趣味ここまで来ちゃった、ね、僕やっぱりあの好きなことやろうって始めてるので、なるほど、仕事と思ってたら今の僕らのモデルってできないなと思っていて、なるほど、もう突き抜けた趣味みたいなのを、突き抜けた趣味が結果として仕事みたいな感じなんですか。仕事にしないといけないかなっていうのがあって、はい、羨ましいですね。よくお前の趣味だろうとか、はい、あの自分のためにやってるでしょって言われるんですけど、バレましたかと。まあ自分がやっぱり住みたいとか良いと思ってないと、うん、まあ、成り立たないものかなと思ってるので、まあ、本当仕事と思ってやってないですね、うん、まあ、土日も、奥さんとその土地探しに行ったりとか、うん、週末はそれを旅行とその土地探しと兼ねて行ったりとか、うん、でそれで見つけてくるんですよね、今の土地も、なるほどね、なので、まあ、そこで行くと、まあ、健康も少し頑張らないとなとは思うんですけれども、健康いきますか、健康真ん中ですね健康どうなんですか。あのやっぱり、うん、昔は本当1とか0に近かったんですけど、だんだんこう38なので年とともに、はい、まだ若いですねで、はい、まあ、少しやっぱ飲み会の回数減らしたりとか、なるほど、今も昔は週、ね、8ぐらい行ってましたけど、週8ぐらいでね、で1日2カウントぐらいの日があったりしてはい、まあ、でも今も週1回とかそれぐらいにだいぶ減って、ね、そんなに減って、はい、珍しいという、もう家でね、はい、まあ、ご家族と過ごす時間、まあ、多いですね、多くやっぱり、はい、こういうの1っていうね、こういう難しいですよね、そのあまり友達もやっぱ家族ができる年頃なので、みんなやっぱり家族優先の方やっぱり多くて、そうですね、まあ、ただやっぱりあの広くはないですけども、昔からこう付き合ってる友人みたいなのはやっぱりずっと縁があって、あの私最初の企業新たなを作ったのはあの高専時代の友達なんですね、15歳、はい、15歳から付き合ってるやつで、で新たなを一緒に作って、まあ、友達と作ったら失敗するよとか言うじゃないですか、まあまあね、まあ、そういうの全部、はい、で一緒に会社を売却して、彼は今でもその会社残ってるんですけど、あ、残ってるんですか、はい、へえ、まあ、すごくいいやつで、まあ、で乗ったホテルを出した時にすぐそいつ買ってくれて、買ってくれてさすが、そういうのやっぱ嬉しいですよね、なんか一緒に会社を作って、で友達であり、ね、新しい会社も応援してくれてるっていうのは、まあ、本当嬉しいなと思うんですけど、ね、まあ、そういう、まあ、あの広くはないですけれども深い関係の友達ってのはまだ続いてはいるかなと思いますね、はい、
で、ご家族とってことになると、ご家族とはいかがなんですか、日々。そうですね、まあ、リモートですか、お仕事は基本。はい、なので、まあ、ほぼ家にいるっていうところもあり、はい、ただ、まあ、その先ほど申し上げたように、仕事と趣味と家族の時間っていうのも兼ねてる部分もあって、はい、一緒にまあ土地探し行って、はい、で奥さんの意見も聞きながら、はい、女性にとってはこれちょっとどうかなとか、はい、って仲いいですからね、これがまたね言いながら、まあ、はい、探したりしてるので、はい、ちょうどこう趣味と家族と仕事っていうところバランスは良いかもしれないですね、今の仕事は。なるほど、なるほど。でも一生続けたいなと思う仕事を次の企業で選ぼうと思って会社を立ち上げたので、ね、めちゃくちゃ楽しいですね。浜田さん、続いて最後にですね、もう一つ皆様にお書きいただいてましてですね、はい、これが浜田さんにとってお金とは何ぞやというね、はい、恒例で毎回皆様にお書きいただいておりまして、これ本当難しいなと思ったんですけど、そうですね、あえてカタカナでちょっと、この振り幅振り幅と、これは浜田さんどういうような、闇金牛島くんって漫画あるじゃないですか。闇金牛島くんって僕ちょっと分かんないんだけど、あるんですか。なんですけど、ええ、でその闇金 の、うん、そのトップの人が、うん、まあ、お金が全てじゃないが何をするにも金がいるっていうのを言ってるんですけど、まあ、本当その通りだなと、まあ、ないと何もできない世界なので、まあ、こればかりはしょうがないと。ただやっぱりお金ない時も、まあ、いろんな経験をさせていただけるぐらいお金がある時もこう経験して、お金があるとこんだけ人生振り幅あるのかと、っていう面白い。お金によってね、お金がやっぱり人生の振り幅作ってくれるっていうところは、事実かなと思ってはいるので、まあ、いいワイン飲むにしてもいい旅行をするにしても、で、それがやっぱりお金が必要な部分も確実にあるので、まあ、そういう人生の振り幅を作ってくれるものかなというふうに思っていて、なので、もっと振り幅を持たせたいなと。振り幅を持たせたいなと確かにそうですね、まだまだこれからですから、まあ、ノットアホテルここから伸ばしますからね、はい、そうですね、まあ、ね、本当まだ始まってもないと思ってるので、まあ、ここから実際建てて運営が始まってっていくと、はい、うん、また面白くなってくるなと。で、今2025年度中に30箇所作ろうっていうふうに言ってるので、うん、はい、2025年までに30ロケーション、はい、国内、まずは国内かなと思ってます。これいろんなところ物色されてますもんね、はい、まあ、ここではちょっとなかなか具体的には言えませんけどね、はい、いろんなところはありますね、はい、なので、まあ、その30箇所あると、最初に那須買っていただいたオーナーさんも毎年数箇所ずつ自分の家が世界中にできるみたいな感覚になっていくと、これは本当にいいサービスになるなと思っていて、まあ、家は一つの時代じゃなくなってくるなというふうに思っているので、まあ、都心の住宅はオープンハウスさんで、で郊外はノットアホテルに任せていただいてです。なるほど、なるほど、はい、まあ、ということで、ありがとうございました。ありがとうございました。今日は貴重なお話をいただきました。ありがとうございました。ありがとうございます。またぜひノットアホテルさんと共催にてノットアホテルセミナーを、まあ、皆様、今年から皆様に、提供してまいりたいなと思っております。ぜひよろしくお願いします。ありがとうございました。